そう、腰がね、ここまでって珍しいですね。何回してますか。さらにプリプリさせていきます。高いよいしょー、キャーン、バレリーナまで。マサノカナのアゲルです。はい、レグスローです。疲れてる。久々に一日中なんか面白い。やっていただきましたね、院長。まあ、名前はあれなんですけど、院長実在したんですよ。なんかそんなノリで言われてます。うん、まあ、YouTube 見ていただいてて、前に言ってたのが、あの院長はなんか YouTube 用に雇われてる人なんですかって。YouTube 用の人みたいな。ああ、じゃカンナの人じゃないけど、外部からわざわざ疲労困憊の人間を連れてきてるっていう。なわけないでしょって話ですよ。普段の臨床はもうちょっと真面目ですから。 YouTube 仕様、まあ、そういう意味では確かに正解ですね。言ってましたね、カエル子達人って言ってましたね。ほんとね、臨床中は真面目だからほとんどいないけど、色がね、そう、腰がね、普段ずっと座ってるのに今日一日中立ってたもんで、ね、腰が痛くてですね、うん、整えていただきたいと思います。行ってくれ。ちょっと動きチェックしますね。で、ちょっと立てます。おー、だいぶ来てますね。いやいや、ちょっと頑張って。クラゲも今張ってますね、肩ね。腰が悪いです。変な動きも悪い、うん、あ、ちょっと、もうちょっと、よいしょ。はい、右向いて。悪いですね、抜けてないですね。そうかな。左、あ、左の方が向きにくそうですね。左は引っかかります。うんうんうん、こういうところから見ていきます。ああ、いつもの、あの彼のバレリーナみたいな腕が上がらないですね。おお、おお、ここまでって珍しいですね。井上先生、大体本当バレリーナみたいにこうやって上がるんですけど。疲れてるんです。はい。さっきゆうと抱きしめて。で、右に回します。うん。はい、今度左です。左回してますか。わかりますかね。同じ硬いね。うん、めちゃくちゃ引っかかる。おー、やめてください、やめてもらっていいです。ちょっと骨盤をチェックしていきますね。左側にこうなってる感じですね。こう、こういう状態で固まってる、うんうん、普段でもこういう感じですか。大体右に傾いてます、ね。うん、ちょっと動かしますね。よいしょー。腰痛が動かないですもんね。なんかね、あ、硬い、硬いよ。じゃあこれをね、スムーズに抜けるダンサーができるようにやっていきましょうね。骨盤矯正で整えていきます。で、まず仙腸関節からね、触っていきますよ。仙腸関節はね、そんなにこう動く関節ではないんですけど、アプローチかけてあげるとすごい楽になりますね。おぉ、眠くなる。そう、前の動画でですね、階段よく使いますよね、みたいな。あの、みんな分かってくれなかったやつですか。そうなんです。みんな分かるでしょ。落ち込んでるんですか。プレミア公開で、え、何言ってんですかみたいな、あの反応。しかもコメントでもね、ちょっとわかんないですっていうコメント。ただね、うん、味方もいましたから。あ、本当です。私が見る限りいなかったですね。いやいや、今ついてるから。どの動画かは、ね、説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見に行ってください。ちゃんと味方コメントいますから。身内ってことですか。身内ってどういうこと。身内が味方したのかな。いやいや、身内なんかいないし。あ、あれですよ、なんか、なんもなかったです。自体は動きそんなに悪くないんですけども、もっとね、動きやすくするためにちょっと股関節にアプローチかけていきます。よいしょー、いくー。あー、でも腸腰筋も固まってそうですね。あれはですね、階段で行った方が、まあ、正直エスカレーターより早いわけですよ。僕とかしかも基本的に1段飛ばしか2段飛ばしで上がっていくので、はるかに早いんですよ。よいしょー。でも要はね、あの、早く座りたいと。で、一緒に登った人が、要はエスカレーター組の方が早く着くのは、上からこうね、言い方あれですけど、こう見下ろす感じが、優越感みたいなことが階段で言ってくれる
そこにやっぱ、ね、同意をなかなかもらえなくてですね、ちょっと悲しかったんですけど、味方もやっぱいました。珍しいか、どういうこと？いやでも実際ね、エスカレーターより階段の方が健康面にはいいはいいからですね。まあ、あれですよ、沖縄出張に負けると言った時も階段でさささ登って待ってたら、優雅にエスカレーターから降りてくるこのマキエル先生ですよ。それが普通だと思う。歩くって大事。うん、だいぶ大きくなりましたね、この先生の大弟子。はい、そしたらですね、井上先生のプリケツをですね、さらにプリプリさせていきます。こうやって見るとちょっとね、あんまプリケツ感がないんですけど。あ、どこが痛いですか？お尻が痛い。お尻が痛い？お尻が痛いってことはだいぶ固まっちゃってるってことですかね。ガチケツになっちゃってるんですかね。実際はですね、施術してるところを骨盤に、実際はですね、首こりとか肩甲骨、肩の動きにすごく有効な施術でもあるんですよね、この骨盤の施術。まあ、初回ですることはそこまでないんです。いわゆる五十肩、肩こりの治療の方で2回目以降に骨盤の手術を入れることも結構多いですね。ちょっと足がむくんでるというか、パンパンですね。はい、じゃあ反対向きです。出側やってきます。でもやっぱ便利ですね、ここ。え、このベルト通し。どういうこと？ちょうどベルト通しを通した親指の先に上後頬骨骨があるんで、こう。それ便利と言っていいのかな。よいしょー、よいしょー。こっちの方が硬そうな気もする。そうね、右の方が硬いですね。でもね、女性とかだとですね、生理痛とかむくみ、冷えとかも骨盤調整すると改善しやすいですよね。固まってしまってですね、生理痛とか出たりするので、骨盤を動かしてあげると楽になります。骨盤が固まってしまう原因の一つにですね、長時間同じ姿勢でいるっていうのがあまり良くないですね。デスクワーカーさんとかはね、ついつい3時間も4時間もね、皆さん集中しちゃうと同じ体勢になるかと思うんですけど。ああ、惜しいな。よいしょ。前傾がしない。あ、いやー、よいしょ。ディスクワーカーさんも理想は30分に1回くらいですね、何かしらストレッチしてあげるといいですね。あー、右の大天使ちゃんが動かない。よいしょ。あ、固まってる。固まってますね。皆さん椅子で寝たりしたらこうなるからね、やっぱね、横になるって大切よね。この間井上先生に私が足の水玉してたんですよね、動画で。はい。低温やけどしてるじゃないですか、井上先生。ああ、それが、ね、そうそう、魚の鱗みたいだからマーメイドって言ったら、コメントでマーメイド委員長ファンですって来てました。どういうこと？マーメイド院長のファンってこと？多分そうなんだと思う。僕のファンではない。低温やけどしてる。低温やけどしてる僕のファンってこと。低温やけど治っちゃったらその人はもうファンじゃなくなるという。可能性もありますね。いやいやいや、どんだけ鱗好きなんですか。いやでも皆さんもね、本当低温やけどはまだ気をつけてくださいね、うっかりね。最近のはでもサーモスタットがついてるから勝手に切れるか。その大天使もスムーズに動くようになりました。右のガチケツもプリプリにしていきます。やっぱね、こうやって見るとちょっとマーメイド感ありますよね。どういうことよ。フォルムが女性チックというか。骨盤固まってしまう原因、長時間同じ体勢ってお話ししたんですけど、お尻の筋肉とか、まあ、腰の筋肉とか、まあ、太ももの筋肉も骨盤にくっついてきちゃうので、筋肉をね、緩めてあげると骨盤の動きも良くなってきます。あ、でもこの辺ちょっと硬いですね。痛みないですか？痛み持ち。ハムストリングスがちょっと硬めですね。
ここ一宇っていうツボ、ちょうど膝の真裏になるんですけど、腰痛のツボって言われてるので、腰痛ある方もれなく大体皆さんみたいですね。でね、先生ね、実際腰痛が出てますので、ちょっとね痛いですね。じゃあ仰向けで施術していきますね。ゆらゆらゆら、あーでも硬いですね。大天使にくっついてる筋肉、筋肉ですね。この内先生はね、ガチで寝てます。よいしょ、いいよ。これも実はお尻にアプローチをしております。お尻の筋肉を緩めるの大事ですね。ちょっと良くんですね。高い、よいしょー、固っ。お腹から締めていきます。ちょっとね、腸腰筋硬い人にこの施術は痛いかなってところなんですけど、今痛いですか？よいしょー。じゃあ股関節をぐるぐる回していきます。体をですね、ねじっていきます。結構ね、お尻にもストレッチがかかるんですね。お尻圧迫してねじります。よいしょ、よいしょ。うわ、全然さっきから仰向けになってから目が一切開いてないんですよ。開いてほしい。開いてないですか？だいぶ緩んできましたね。伸ばします。ゴル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 、よいしょ。今ではですね、この骨盤矯正はですね、針とセットでされる方が多いですね。針とセットにしてあげると、より固まっててなかなか動きづらいところはですね、針でして、その後ですね、動かしてあげるとよりですね、効果も高まりますし、例えばこう腰痛が出ない体とか、肩こりがしにくい体が出てきますからね。ねじりますよ、よいしょ、よいしょ、はい、はい。やばい、わかりました。おいしょ。今これ楽な姿勢ですか？楽です。お、股関節の動きからちょっと見ていきますね。ちょっと押します。ちょっと押します。やっぱりなくなりましたね。滑らかになりました。負けるであったもね、すごいしやすいんじゃないですか。あ、すごいベッドが体の動きしてますね。すごい、さっきのガチゴチだったここの筋肉たちがかなり出たー。そういうキャラでふわふわで落としていきます。まあ、ふわふわと言っても、筋肉がこうちゃんと緩んでますよってことをふわっと表現してます。あ、肩のここ全体的に突っ張ってたんですけど、だいぶ緩んでますね、ここに。じゃあ右見ましょう。うん、いやいや、左言うてないですけど、まだ。いやいや、横突き来ていただいていいですか？怒られた。いや、めっちゃでも首の大きくなってますね。腰もですけど、肩の前に、ね、楽ですね。さっき岩井先生ですね、再現するとここぐらいまでと、左は本当そのぐらいしか上がってなかったんですけど、今はいやーん、バレリーナまで行きます。まあ、これがバレリーナかも分かんないですけど、まだあれやろか、生え出そうとしてる。この子は哲也さんだね。久しぶりじゃなくて。でもね、全然引っかかりもなく、ふんふんふん、ちょっと見えるようになる。おー、素晴らしい、素晴らしい。え、なんなんですか、その動きは。ルーつけてる。何のためにちょっとでも。いやいや、そんなことしなくてもよくなりましたから。うん、これでもやっぱ背骨の可動性がいいから。はい、ということで、ありがとうございます。しっかり踊れる体になりました。そんなコンセプトやったの？
取るための動画っていうか、そんな初耳ですけど。テストバレリーナから。でもね、後半はね、全く記憶がないので、ね、何されてたかはもう正直よくわからないです。まあ骨盤の施術も、まあ、一応受け付けてはいますので、骨盤だけっていうのは、ね、ないんですけど、骨盤と針の組み合わせとか、骨盤と肩甲骨もほぼ全部整体でみたいな概念とかじゃあります、ね。まあ、詳しくは動画下の説明欄をチェックしてみてください。リンクがあるかもしれない。ないかも。かもしれない。見てみてください。はい。はい、もうね、疲れ切って眠くなっても、ちょっとね、若干どうでもいい感がね、ちょっと出てる。ダメでしょ。はい、ってことで今日はですね、溜まりきった疲労の井上先生に骨盤矯正でですね、しっかりこう体が動けるようにしてきました。今後もですね、こういった施術動画、美容情報、健康情報、また次回の動画で配信していきますので、よかったらチャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いいたします。バイバーイ。うん、おお、素晴らしい。じゃあちょっとこっちにも一回ちょっと。バレリーナ。バレリーナっていいのかな。バレリーナ女性ですもんね。プリンシパルかな。いる、このシーン。